クラーク高校よさこいチーム百花繚乱です。5月3日という平和を記念すべき日に、このようによさこいを踊らせていただける感謝の思いを大切に、百花成功を力の限り踊らせていただきます。百花繚乱レイ。
精一杯に生きる、未来に希望を持つために、きっと未来が好きになる、百花繚乱レイ。ありがとうございました。クラーク高校百花繚乱の皆さんでございました。指の先までキレッ。